覚めない夢を見たくはないかい。あなたのためだけの絵本があるよ。星が見えるよ、空も飛べるよ。好きなことを選んでよ。星はどうですか？空は自由に飛べましたか？すっごい魔法が出せましたか？全部夢の中限定品さ。生きてることってなんだろうな。生きてる人は怖いからな。触れないものを信じるのはバカのすることと聞きました。できそうこないでもいいですか？優しい愛をもらえますか？どうしようもない人間だって夢を語れますか？夢の続きを知りたいのかい？誰も見たことない絵本をめくりなさい。それがあなたの望む世界だとしよう。夢の終わりで眠ればいい。質の廃材が宙に浮かぶ。やっぱどうしたって嫌なもんは嫌なんだろうな。きっと一人ぼっちを選べない私の馬鹿げたモノローグ。不幸自慢していいですか？最後までちゃんと聞いてますか？なんでも誰もいなくなったら意味がないんですか？続きを愛